エアリス、最高だったね。私の友達だよってみんなに自慢したくなっちゃう。ティファの歌もいつか聴かせてくれ。え？本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。まだ時間あるね。ゴンドラも乗っちゃう？本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様はこの後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただけます。どうぞ。チームオグリはご案内するっぽ。お楽しみください。それでは今からっぽ。ご利用ありがとう。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、ゴンドラをご利用です。それはまるで二人きりの美術館。ほらクラウド、ゴンドラが来ちゃうよ。クラウド、乗って。ティファから？クラウド、ほら。これってハンドル？回せばわかる。よっと。すごいね。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。話したのか？ん？エアリス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか、まだ好きなのかな、エアリスはザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか、いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。
思議。こんなに近くにいる。そろそろ戻ろっか。ああ。